本日は ONEX2 の予備バッテリーについてのお話です。塗りの場合は私の中高速を持ってるのか。皆さんこんにちは。動画をご覧いただきありがとうございます。本日はまだ入手できていない方々には大変申し訳ないのですが、先日インスタ360の公式サイトで購入し、本日到着しました。こちらのバッテリーについて注意点や最新情報なども含めていろいろとお話ししていきたいと思います。こちらの UV バッテリーは4月の24日に視聴者様からのコメントで、今公式サイトでバッテリー在庫ありますよというご連絡をいただき、すぐに確認したところ、今回入手することができました。改めてご連絡いただきありがとうございました。4月の24日注文したバッテリーは3日後の27日に発送した旨がメールで届き、そこから約2週間経った5月の12日私の手元に到着しました。金額は1つ4180円のバッテリーを2つと送料2198円の合計1万558円でした。今後バッテリーを公式サイトで購入する上で注意していただきたいのは、法律上の問題か何かでバッテリーは単体もしくは 1X2 本体またはバッテリーチャージャーと一緒に購入するしかありません。つまりバッテリーと自撮り棒とかバッテリーとマイクアダプターと一緒に購入しようとしてもできないのです。私自身もバッテリーチャージャーは購入済みだったため、この予備バッテリー購入時に潜水ケースとあと何か購入して送料無料になんて思ったのですが、バッテリー以外はカートに入れることができず別注文となってしまうため、予備バッテリー2つと送料を支払って購入しました。皆さんも購入時にはご注意ください。余談ですが、 GoPro はバッテリー単体では公式サイトからは購入できず、本体と一緒に購入しなければなりません。 ONEX2 はなぜかバッテリー単体なら問題なく購入できるので、まだ良い方なのかもしれません。まあ GoPro に関しては最近は家電量販店でもバッテリーは手に入るようになったので、あまり不便は感じないかと思います。それでは開封していきたいと思います。まずこの箱を受け取った時の第一印象は梱包ひどでした。 ONEX2 が送られてきた時はもっとしっかり梱包してあったと思うのですが、中もスカスカのようです。そしてこの黒塗りの部分は私の住所や名前です。こんなにいっぱい印刷しなくてもわかるでしょって感じです。ちょっと不安ですが中身を見ていきましょう。はあ、バッテリーケースもついてるんですね。かわいい。こんな感じです。こんな感じで入ってます。このバッテリーケースついてるとは思ってなかったんで、この点に関してはすごくいいなと思います、これですね。この辺りのパッキンちゃんとなってると思います。
まあ、このバッテリーチャージャーですね、こんな感じでポチッと入って、まあ今現状今赤か光りましたけど、こんな感じでね、バッテリー多分充電はされてないと思いますので、まあ、これからバッテリーを充電して運用していきたいと思います。こんな感じですね。Amazon などでは 1X2 の互換性バッテリーが最近販売されています。安いものになるとバッテリー2つとバッテリーチャージャーがセットになって6000円以下という純正の半値以下で販売しているものもあります。安いことは私たち消費者にとっては非常に良いことなのですが、問題となるのは品質です。レンズカバーやマイクアダプターであれば使えないにしても、ほとんどの場合 1X2 本体に影響を及ぼすことは少ないと思います。まあ購入したのに使えないということで頭にはきます。対してバッテリーはその特性上 1X2 本体に入れて使うものですので、ショートや異常発熱などで基板を破損してしまう恐れがあります。その場合はおそらく保証なども効かないと思います。また防水性も問題になってきます。こちらの GoPro のようにバッテリーと防水性の役目をする蓋が別であれば良いのですが、 1X2 はバッテリーと防水の役目を果たす蓋が一体になっており、 Amazon の互換性バッテリーのレビューの中にはパッキンがゆるゆるですぐ外れるなどの書き込みも散見されます。これで防水性を保てるのかは非常に疑問が残ります。私自身も何人かの方からコメントで互換性バッテリー購入のご相談を受けましたが、私の個人的な答えは毎回ノーとなっています。互換性バッテリーを購入の際はそのあたりも考えてから購入してください。ここからは5月13日現在のバッテリー販売の情報です。リンクはすべて概要欄に貼っておきますので、よろしければご覧になってください。まずは本家インスタ360公式サイトです。こちらは私も毎日チェックして、在庫ありになったらいち早く皆様にお知らせしようと思っているのですが、依然として在庫なしの状態です。次は Amazon。Amazon でも純正バッテリーは現在のところ在庫はなく、販売しているのは互換性バッテリーばかりです。一応リンクは概要欄に貼っておきますが、おすすめしているわけではありません。次はインスタ360公式楽天市場店です。こちらの価格は公式サイトと同じですが、送料は1099円と公式サイトよりも安いのでお買い得かもしれません。ただし在庫があるのか到着までどれくらい時間がかかるのかがはっきりしないので、質問メールを送ったのですが、5月13日現在今のところ返事が来ていません。返事が来ましたら皆様にコメントなどでお知らせしたいと思います。ヨドバシ .com では税込み3800円と公式よりも安い価格で販売していますが、残念ながらお取り寄せとなっております。次回入荷は7月下旬の予定とのことでした。もしかしたら公式で在庫が拡充されるのも最悪7月下旬ということなのかもしれません。ビッグカメラ .com も在庫なし、こちらは公式と同じ税込み4180円となっていました。最後にドローンなどを専門に扱っている関戸さんです。こちらも在庫はありません。金額的には税込み4180円と公式と変わりませんが、
6000円以上の購入で送料無料のようですので、2つ購入すれば公式サイトよりも送料分安く入手できるかもしれません。私も今ご紹介した6箇所の販売ページをパソコンにショートカットを貼って毎日必ずチェックをしています。どこかに在庫があれば私のチャンネルの投稿欄などでお知らせいたしますので、よろしくお願いします。今回リンクは貼りませんが、楽天やヤフーショップなどで1個8000円近い価格で販売しているお店もありますが、俗に言う転売屋の類なのかもしれません。発送日なども20日間以上かかるようなことも書いてあるのでご注意ください。はい、本日の動画は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。実はこの動画を編集している5月12日の22時近くに公式サイトを確認するとバッテリーが在庫ありの状態になっていて、残り7つとなっていたので、急いで YouTube のチャンネル投稿欄にそれをお知らせしたのですが、そのほんの 2,3 分の間にまた在庫なしとなってしまいました。前回もそうでしたが、今回も私のチャンネルをご覧になって販売ページに行かれて購入できなかった皆様、ぬか喜びをさせてしまい申し訳ありませんでした。今回私は予備バッテリーを視聴者様からのおかげで入手することはできましたが、本当にいつになったら普通に買えるようになるのでしょうか。多分多くの方々は在庫が入ったらインスタ360公式サイトからメールが来る設定にされていると思いますが、おそらく役には立たないと思います。少なくとも私には前回も今回も在庫が入ったというメールは来ていませんでした。そうなると地道に毎日サイトを確認するしかありません。どなたかのコメントに書きましたが、インスタ360は GO2 などの新商品を発売する余裕があるなら 1X2 のバッテリーを先に拡充してほしいと個人的には思っています。そうは言ってもインスタ36側にも経営上の都合などがあるでしょうから、私も毎日販売ページを確認して在庫が拡充されたらすぐにお知らせいたしますので、この動画をご覧いただいている皆様もよろしければ今回お知らせした販売ページなどもたまに確認していただき、もし在庫があるようであればコメントなどでお知らせいただければ、私の YouTube を使って皆様と情報の共有をしたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではこの動画がお役に立ちましたら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それでは失礼いたします。